こんにちは、カオルンです。今日はね、久しぶりに野外撮影をしています。いやー、これくらいかな、アメリカ以来かな。声入ってるかな。ちょっと後ろに車いっぱいいるんだけど、今日はあのこちらのラーメン屋さんに来たんですけど、今日はね、日月堂さん、こちらのラーメン屋に来てます。どういうラーメン屋かっていうと、味噌ラーメンを主にしているラーメン屋で、前はね、みちるやっていう二郎系ラーメンだったんですけど、最近改装して味噌ラーメンに変わったっていうところで、結構人がいっぱいいて人気っていうところで、なんで来たかっていうと、あの僕の研究室の後輩がいて、その後輩がね、ここで働いてるっていうところで、あの今日は来ました。でね、結構こういうラーメンなんですけど、豚がめちゃくちゃ美味しそうですね。であと煮卵もあって、これ何なんだろう。ちょっとね、僕も今日初めてだから楽しみにしてるんですが、今日はどれでいこうかな。味噌ラーメンと特味噌ラーメンと辛ネギ味噌ラーメンがあるけど、まあ最初だからね、味噌ラーメンにしようかなと思います。それでは入ってみたいと思います。レッツゴー。じゃあ行ってみましょう。これ音は入れて大丈夫なの？音は別に大丈夫。まあ、金だけど、はい、もともと二郎系のラーメン屋でっていう話をしてたんです。日月堂さんのさ、はい、そうはい、それなんですか？それではいただきます。うん、めっちゃ濃厚。ニンニク入ってる気がするな。でも他にも何かある気がする。ちょっと分かんないから、あとで店長に聞いてみる。それでは麺を見てみましょう。すごいすごい。はい、そうですか。うん、太さ的にはね、細いけど、かなりこしが効いててもちもちうまいよね。肉は雷みたいな形をしてるんだが、うん、めっちゃトロトロ、美味しい。煮卵もトロトロ。うん、玉ねぎのがいいアクセント。濃厚だからこそ、このさっぱりした玉ねぎがシャキシャキしてめちゃくちゃ美味しいです。クルミはこれ、ラー油につけられたクルミ。あー、これはね、人によって好みが分かれるかな。でも俺はあり。ちょっとじゃあインタビューお願いします。はい。ちょっと映ってんのね、顔映ってないんだけど、僕の後輩なんですよ、研究室で。今日今インタビュー来てもらってて、最初味噌をスープ飲んでみたんですけど、味噌のなんか普通の味になんか違うのかっていうような感じがするんですけど、何が入ってるんですか？知らない。大豆。魚入ってます？いや、魚は入ってない。魚入ってない。あの子、魚。ちょっとこれマジで
え、8人ですか。え、店長いなくね。いらっしゃらない。え、あ、もう今いない。シーンだよ。これペロッシーンっす。でも俺はね、隠し味で入ってると思った。そう、なんか違うんだよ。なんか分かる、なんか分かるって忘れ分かるんだけど、前ラーメンとかの味噌とは近くて、若者が好みそうなの。あ、濃厚。そう、濃厚。そう、ぶっちゃけ雷の濃さに近いの。近いです。近いよ。近いです。待って、酒飲んで。あとお前、あれだったですね、2種類あって、はい、二郎系ラーメン、まあ、僕の地元にも今あるんですけど、なんでこの、もともと本店ですよ、ね、本店は。本店なんですか。あ、本店はまた、うん、でもここも結構古いですよ。そうですね、うん、10年ぐらい。それをなんでまた味噌ラーメンに変えようと思ったのか、もしテレビを教えてほしいな。今の時代、自動系よりも自動系はもう分が過ぎたので。マジ言い過ぎたの。これもチーンですね。マジですね。いや、ちょっとダメだよ、チーンって言っちゃう。チーンですね。過ぎちゃったの。やっぱり客層がやっぱ40代の人しか人気がないんで、二郎系は。あ、40代。40代は人気で、うん、それしかやっぱ人気がないから、違う方は系列にしようってこと。え、ぶっちゃけ味噌ラーメンと二郎系ラーメンどっちですか。自分は味噌っすね。マジで。よかったな。実際にそれ変えて、まあ、この店どうですか。すごい、やっぱり客層がすごく変わって、うん、ファミリー客のお客様でも行きやすくなる。ああ。後ろ系だと行きにくいって雰囲気消えた。うんうんうん。確かに。大丈夫、あの、詰まっててもカットされるから大丈夫。下手じゃん、俺がもともと行ってないから。あと、このお店はもともとどういう経緯でできたのか、最後に知る。え？経緯ですか。経緯。この店変わったんですか。ああ、違う違う。なんか、もともと道連れだったじゃないですか。なんか、どういう人が、どういう気持ちで創業したっていうのは、もともと言っとけばよかった。知らないな。じゃあ今、じゃあもう最後、じゃあ聞こう。この僕の後輩くん、今どういう気持ちでラーメン作ってますか。まあ、今日ね、最後なんですよ、カレーバイトは。最後なんですけど、ちょっと頑張って。どうですか。なんかラーメンは、はい、冷えた心を温めてくれるので、はいはい、一人一人に満足していただけるように、今日思えて、はいはい、つもりです。次々、つもりで。はい、あれ、これからどういうところで働かれるんですか。これからは、名前って言わんすよ、名古屋の、名古屋に本社がある会社で、社会人として頑張ります。何ケースか。インフラケース。あ、インフラ。またまた違う。そうです。そうそう。ラーメンの力を彼はね、生かして頑張ってくれると思うので、今日インタビュー受けてくれた、後輩君にみんな拍手を送ってください。それではちょっと登りいただきます。